いや、やはり弱い男だと思われたくないっていうのは、まあ、男たちは何やかんや言ってまだ残ってるんじゃないかと思います。で、最初は社会、あの女性の社会進出で男たちの喪失感の受け皿としてできたと。ところがだん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 なんだ、男も悩み相談できるんだと言って、弱いと思われないんだって安心してみんながいろんなことを相談するようになったと。堤さん、これもなかなか男ってのは弱いもんだなと思いますけど、どうですか。まあそうですよね、本当は男だってそれは相談したいことがよくあるんです、はい、ただまあちょっとあえて番組の中にいてこういうこと言うのもあれですけど、はい、まだこれだけあのジェンダーギャップがある中でこういうテーマを取り上げていきなり男性をが弱い立場にあるかのように言うのは、いやいや、そういうことじゃないんですけど、うん、こういうこともスウェーデンであったということ。まあそうですね、それは分かりますけどね、はい、あのただそれはやっぱり社会的なその構造の違いがあって、例えばそのジェンダーギャップが小さいベスト10見るとですね、大体小さな国なんですよね、うん、スウェーデンだって1000万人いない国で、要するに労働力で、日本がなぜ先ほどから1960年代からのいろんな歴史が語られましたけど、はいはい、日本は女性を労働力にしなくても、まあ、労働力にするというと語弊がありますが、うん、女性の社会進出を進めなくてもそれで労働力埋められたし、結果的に GDP を他の国と越して大きな数字にしていくことができたわけですよ。ところが例えばジェンダーギャップの一番小さなアイスランドって人口35万人ですよ。でスウェーデンだって1000万人いない、うんうん、そういう国が、あのやはりやるためにはある程度の女性に進出の可能性を広げるようなことをしなければいけなかった。だから確かにそういう国では男性が今までとの、うんうん、今度は男性なりにそのギャップに直面して悩むことはあったんだと思いますけども、うん、でもおそらくその何倍もの悩みを進出したかった女性たちは持っていたということだと思いますけどね。いや、まあ、こういう動きがあったということを、まあ、ちょっと面白がってみたというだけであります、はいはい、そしてちょっとですねメキシコのケースをちょっと見ておきたいんですが、実はですねこれすごいんですね。これ見てびっくりしてここに持ってきたんですが、メキシコもですねものすごく増えてるわけです。最初はですねこのあと 20% ぐらいですか、女性が2002年には、今20年後ぐらいですね一気に半分ぐらいいってるんですね。これは義務化を増やしていたと同時にですね、裁判所がですねもう守らないとダメですよというふうにもうキャップを本当に義務化してしまったわけです。そうするともう逃げられないということで5割近くになったということ。やはり結局これ見てるとどうなんでしょう、稲田さん、やっぱり上からですねやっぱりもうルールを決めてやっていかないと、自然に任せて目標でやりましょうよということではなかなかこれ増えないということなんでしょうかね。そうですね、あの、まあ、フランスも2000年は 10% だったのが、うん、クォーター制が憲法違反になって憲法を改正してでパリテ法を入れて今は 39% ですよね、うん、やはり何もやらなくて自然のままで能力さえあれば登用されて女性は増えていくっていう考えには、うんうん、私はやっぱり限界があるんじゃないのかなと。私自身は最初クォーター反対だったんですけど、能力さえあれば登用されるし、そんなとこでクォーター入れたら何か下駄を履かされたみたいになるじゃないと思ってました。最初反対でいらっしゃった、はい、なるほど。ただ15年経って増えるどころか全く増えてないし、自民党の衆議院の女性という意味は減ってますよね、うん、そうしますとやっぱりフランスのようにまたヨーロッパのようにあの候補者 の、うん、あのクォーターっていうのは私は、まあ、次元的にも、うん、例えば 30% になるまでとかそういう次元的でもいいんですけど、うん、そういうのを検討すべきではないかなと思います。日本も取れるべきであると、はい、なるほど。山口さんいかがですか。私もクォーターに対して非常に疑義があった時期があって、そのやっぱりあの今でもやっぱり UFO ありますけれども、はい、アメリカは非常にこう均等待遇派なんですね、うん、とにかく同じに扱ってほしい、有利には絶対しないで不利にもしない代わりに、うん、でヨーロッパってのは特別待遇派、ある程度の特別待遇を許すっていうのがあって、で私の経験からするとやっぱり受験戦争ってのは一つの大きな罠になったと思うんですね。私はあの公平な競争で勝ち上がったっていう強烈な自負がある女の人たちが社会に残っているわけで、彼女たちは絶対に口が裂けても有利に扱えって言わないんですよ。でそれがあのでも社会に出たら大きなところで構造的な問題に立ち当たった時に、多くの優秀な女性の同期たちが自己責任論に陥って社会からこうどんどん家庭に入っていった、辞めていった、諦めていったのを見た時に、本当にこの個人主義的な考え方で良かったのかなって今すごく悩んでいるところです。なるほど。ある女性のですね、まあ、あのベテランの国会議員の方がおっしゃってたのが印象に残ってるんですが、
実はそのクォーター制度をしようと、まあ、女性を何割ぐらいしようというのを決めようという時にその頑張ってきた女性たちが実は反対する面があるんだと、どういうことかというと私たちは頑張って勝ち残ってきたんだと、ここまで必死に上がってきたと、でもこれからじゃあ3割とか4割とか決めてどうぞどうぞっていうに窓口開くとなんだその人たち努力なしで来ちゃうんでしょと、どういうこと私たちは頑張ってきたのよというそういう反対がですねあるというふうに聞きます。山口さんそういうのはどう見ますか。私自身もそこ同じような懸念があってそのレッテルを貼られたくない、私は能力で評価されたと思いたいっていうのと、あともう一つは東大でも女子2割が増えないからクォーターにしないかって話があった時にその女性経済階層留学生障害のある方いろんなチャレンジが社会にある中でこのリソースを女によこせっていうふうに言ってでアメリカのフェミニズムはブラックフェミニズムからの突き上げですごく空中分解した過程というのを見ていて、あのクォータ制みたいなのを急速に進めてバックラッシュはどうなるのかしらっていう懸念もやっぱりあります。なるほど。井上さんいかがですか。そうですね、あの本当におっしゃるように男社会ですごく頑張って、まあ、先輩の国会議員でもすごく頑張ってそれでここまで来てっていう気持ちはとってもよくわかるんですけど、でもあの今女性の国会議員を増やそうっていうのは女性のためは国会議員なら女性のためというよりかは、やっぱり多様な意見が入ることによって民主主義だったりあの国の政策が非常にあのバランスの良いものになる、そのために増やそうっていうことからするとですね、やっぱり全然増えてない今の現状を変える必要がある。そのためには次元的にでも候補者のクォーターっていうことを考えるべきなんじゃないかなと思います。ここはあのヨーロッパなんかのケース、特にイタリアが専門と言われおっしゃいましたが、伊藤さんこのじゃあこの、まあ、あのメキシコのケースを見ても一気に増えるわけですね、これ制度にすれば。日本はなかなかこれやっぱり取り入れない、どうご覧になりますかこれは。あのメキシコはちょっとなんかちょっと無理やりという形なのかなと思います。あとはあの今山口さんおっしゃったけどアメリカとヨーロッパのポジティブアクションの仕方がちょっと違っていて、アメリカ失敗したのはパーセンテージ等でなんかある種機械的に割り振ってしまったんですよね。でヨーロッパはその反省の上でやっぱり能力をベースにしながらクォーターを作っていくというあの作り方をしたので割と成功したんだろうというには僕は思っています。でやっぱり女性能力ありますから、あのこれはあの、企業の人事の方ご存知だと思いますけども、もう25年ぐらい前ですかね、大手のマスコミの方に入社試験をやると 7-3 で女性が上位に来るという話を聞きました。でも、試験では面接通して、7-3 で男性を優位で採用する。でこの 7-3 という数字はですねあちこちで聞くんですよね。あのつまり優秀な女性を落として男だっていうことで下駄を履かせて、少なくとも入社試験という、試験では低いレベルの男性を採用するような仕組みを日本の社会が取ってきた。やっぱり女性の能力をやっぱきちんとこう把握してですね伸ばしていくような仕組みを作っていかないと、いくらこう口でですね言ってもですねなかなか進まないっていうのがあの、現状じゃないかなと思います。それはあのヨーロッパは比較的うまくやったんじゃないかというふうに思ってます。伊藤さん、そのアメリカは数でヨーロッパは能力を重視しながらやったと制度と、これ具体的にはどういうふうにやればそうなれるんですか。ヨーロッパはどうしたんですかそこは。やっぱり基本的にあのそのなんていうかな女性たちを、まあリクルートして、まあ拾っていくという、能力のある人たちを拾っていくという形だと思います。日本だってやれるはずですよ。だって試験の成績はいいんだから。まあ、確かにどの世界の人の話を聞いてもですね、下駄を履かせられていた男性たちがある面やはりあの社会をなんかこう停滞させてきたっていう部分もあるっていうふうに僕はあの思っているので、やっぱり女性がどんどんやっぱり能力のある人が、能力を発揮できるような仕組みを作っていく、男性がやっぱり下駄を脱ぐ、そこがやはりあの先ほどのスウェーデンの話ではありませんけれども、下駄を脱ぐという時になった時にやっぱりいろんな不安定状況が男性に起こるだろう、それに対する対応もですねやっぱり、準備しながら、男性が、まあゆっくり下駄を脱ぐような仕組み女性たちがどんどん能力を発揮できるような仕組みを作っていくってことがですね政治だけじゃなくて、企業や、組織全体でですね日本には本当に問われてるんじゃないかと思います。皆さんということはでも、まあ、一歩どっかから踏み出さなきゃいけないわけですよね。そうですね、やっぱりそういう意味でも国民の代表の政治の場でそういった試みというか検討をするっていうのが重要だなと思います。そういう動きはどうですか、まあ、今回こういう議論になってますが、具体的に自民党でやっぱりその
目標だけではなくてきちんとじゃあ枠をはめようじゃないかという議論にはなりますか、どうですか。クォーターはもうすごく抵抗が大きいです。あ、もう抵抗が大きくて、女性の議員を増やすことはすごく賛成だけれども、クォーターっていうことになるともう途端に、大反対が大きい。それなぜでしょう。つまり今現職の人が自分がどっか降りなきゃいけないかもしれない、そういう恐怖感ということですか。そうですね、やっぱりその自分の確保している席を脅かされる、例えば比例の順位とかですね、そういうことになると、でもそれも分かるので、なるほど、はい、難しいです。はい、じゃ